こんにちは、予言者です。なんか頭痛がするなと思って天気予報を見ると 100% 予言というよりも予知だね。ということで雪島ウィッチ、どういうことでって思うでしょ？そりゃそうだよ。何も関係ないからね。まあそんなことはどうでもいい。今の環境秘術が強くて流行り出しているんだけど、それに合わせて回復ビショップが増えつつある。じゃあウィッチのミッションめんどくさいやんけ。そんな時は雪島が一番、引いてや勝てるし、真面目さが3枚採用できるからバリアも関係ナッシングベターザン。今だからこそ刺さるって感じだね。シオンもバーンダメージだけしか止めないし、疾走には無力。悲しいね。サンコスの疾走あるまじが結局最強ってことなんだよ。それもこれも全部雪島さんのおかげ。剣を握っていたらお前を抱きしめられない。剣を握らないとお前を守れない。そういうことだよ。でも雪島さんは剣を持ちつつ抱きしめてくる。というか抱きしめているという記憶を剣で挟み込んでくる。完璧な男ってことだね。一応ブリーチの月島さんを知らないって人向けに月島さんについて解説をしておくよ。簡単に言えば過去を改変する能力の持ち主。あんまり他に言うことなかったわ。ということで聖魂の発動のせいで月島さんが処理されました。ゴブリンの奇襲を使っておけばよかったね。聖魂以外じゃ処理できないから温存したのが裏目だったよ。過去を改変してゴブリンの奇襲を使って処理をしたってことにならないかな。そしたら盤面の圧が強かったのにね。まあ雪島が安着できた時点でどうでもいい。もう手札にリーサルカードが揃ってるからね。あとは手札が燃えようがお構いなしにドローをするだけ。もう最強デッキ状態だから止められないんだよ。優等のスレイヤーも1ダメパンパンであれば関係ないし、大型フォロワー対策に悪撃も採用しているし、もう何も怖くないよ。それもこれも全部雪島さんのおかげ。いや、マーズのおかげかもしれない。ロイヤルがきついけど今はそんなにいないしね。とにかく回復ビショップが増えている今がチャンスってことさ。あいつらが増殖する前に早めに収縮を打っておかないと。宝箱ミッションがアホほど時間のかかるストレス要因になりかねない。進化エルフもそう。あいつらはやっと準備できましたって段階で心を折りに来るんだ。まるで祭の河原で罪石を崩されるような感覚に近い。いや、言ったことないけど。でもこの火力なら関係ないのさ。素晴らしい腕前です。ブックオブジエンド。ちなみにデッキはこんな感じ。フラグラ型よりこっちの方が好き。序盤を安定させたいから処理カードを多めだけど、そのあたりは自由枠だね。ワンチャンギルネリーで採用もありっちゃあり。とりあえず雪島さえ引ければいいから、もうそれ以外は全部自由。そういう見方もできるね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。